お酒大好きロシア人は唐揚げがお気に入り。過去に投稿したお話で、日本に来るたびに酒を飲んでたロシア人。彼は2013年現在、ある船の船長になりました。そんな彼ですが、相変わらずお酒は大好き。しかし、ここ数年でハマり出したものがあります。それは鶏の唐揚げです。フライドチキンではなく、鶏の唐揚げがいいのだと。もともと焼き鳥屋で酒と焼き鳥をたしなむのが好きな人なのですが、俺はフライドチキンを食べたいんじゃない、唐揚げを食べたいんだとのこと。片栗粉を使ったカリカリの唐揚げに惚れ込んでしまったようです。そんな彼に私が教えたこと。日本には朝昼晩毎食唐揚げを食べ、幾多の料理人が美味しい唐揚げを作るべく毎日腕を競い合ってる町があると。船長、目を丸くして驚きました。船長、さすが日本、クレイジーだな。でも本当にうまい唐揚げを出すのか。どれくらいうまい唐揚げを出すんだ。私、間違いなく日本最高峰の唐揚げを出すさ。なんせあのケンタッキーフライドチキンが3度も逃げ出したくらいさ。船長、ほほう、あのケンタッキーがねえ。私、ああ、あの町は市民全体が鶏の唐揚げを愛している。あまりの質の高さにケンタッキーでは勝負にならず、業績不振で撤退したんだよ。しかしチキンへの需要はすごく高いので、何度も乗り込んでくる。その度に返り討ちにあってるというわけさ。今はまた再挑戦してるらしいけどね。船長、そりゃすごい、ぜひ行ってみたい。なんてところなんだ。その場所は大分県。残念ながら船長の航路とは無関係の地域。はい、ものすごい悔しがってましたよ。挙句の果てになぜ俺にそんな町を教えたと怒られてしまいました。知らんがな。しかし彼は9月に3ヶ月の休暇になるので大分県に乗り込むと息巻いています。大分県宇佐市と中津市の皆さん、9月中頃に唐揚げを食べるためだけに日本に来日したロシア人ファミリーが現れたら、温かく迎えてあげてください。お粗末。管理人中、中津市からケンタッキーが撤退したのは1995年撤退の1回のみです。前回書いたロシア人船長が一昨日にやってきたので、その時の話を。船長、よう来たぞ、ミーティング始めるぞ。私、了解しました。それではスケジュールについてですが、仕事の話は20分ほどで終了。そっから大分県について調べたので聞いてくれとのことでした。船長、あれから大分県について調べたんだ。お前の言ったことは本当だったんだな。いやー、年がいもなく興奮してきたぞ。私、唐揚げについてですか。船長、もちろん。そこでな、すごいのを知ってしまったんだ。これを見てくれ。船長は自分のノートパソコンを見せてきました。ちなみにこの人、日本語の読み書きもできるし、 PC に日本語のフォントも入れています。画面にはこう記載されていました。第6回唐揚げフェスティバル開催。私、唐揚げフェスティバルですか。船長、そうだ、俺が行くこの時期にこんな素晴らしいものを開催しているなんて、ヒャッハー。私も知らなかったですが、こんなのやってるんですね。船長、そうなんだよ、これはもう行くしかない。開催と同時に飛び込んでくるぜ。この時の船長のテンションの高さはすごかった。自分でここまで調べてくるとは。船長の中ではこのフェスティバルに行くのは決定事項になったようです。血糖値上がって、また入院しても知らんぞ。余談ですが、まとめサイトの返信で宇佐市の大光や中津と宇佐の境の旧国道にある富士や唐がおすすめと具体的に書いてくださった皆さん、ありがとうございます。船長に勧めておきました。船長も早速メモして店の位置や価格を調べるとのことです。で、船長から一言。船長、それでその唐揚げにはどんな酒が合うんだ。知るか。お粗末でした。